インストラクター予備校世界の名言編さあやってまいりました。はい、はい、世界の名言編、今回は私の名言を一つご紹介させていただきます。なんか私の名言というと新平さんが言った名言みたいな。あ、ごめんごめん、違った間違えた。あの、俺は作ってないですよね。僕が伝えますという提案する、提案するテーマ。そうそうそう、はい、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、はい、これです。はい、武者震い名言、名言by 古代日本。古代日本そんな昔からあったんですか。わかんない。いつ発生したかは知らないけど。そうなんですね。まあ、ね、国語辞典には載ってるから間違ってないと思います。国語辞典載ってました。武者震い載ってると思いますよ。載ってるか、さすがに国語辞典載ってるか。載ってると思います、ね。載ってるか。それ調べずに言うのもなんかちょっと話すのもあれだけど、ぜひ武者震いを、はい、インストラクターの皆さんが、僕は侍だと思ってるんで、生ける侍はフィットネスインストラクターだと僕は勝手に思ってるんで、はい、ぜひ皆さんにこれをねお届けしたいなと思ったんですよ。武者震いという言葉、武者震い名言かどうか、名言でしょ。武者震いって名言じゃない？熟語？熟語かはわからないけどさ。わかりません。いや、かなりこう特筆すべき言葉の一つではあるでしょ。多分ですね。ね、うん、なんか、just do it みたいなさ。そんな意味は。いや、違う、意味は全然違う。けど、なんかこうさ、はい、名言感もあるじゃん、むしゃぶる。はい。はい。はい。おむすびさん、はい、むしゃぶるいについて、どう思いますか？むしゃぶるいの、ってな、どういう意味かご存知ですか？意味とか、成り立ちとかですか？まあ、意味って、なんて言ったしても、はいはい、意味としては、まあ、あの大事な、まあ、戦いの前にこう、まあ、緊張とも違うんですよね。なんかこう気分があの高揚してるっていうか、うんうんうん、やってやるぜみたいな、うん、そういう印象ですね、うんうん、はい、なるほど、確かに、はい、メガネさん、それ以上何か武者震いについて感想はありますか？感想まあ、あの、よく、あの、なんか、漫画とかだと、ビビってる時に、うん、こう、なんだ、ビビってんのかって、こう、この震えは武者震いだよ、みたいなことを言うと思うんで、おーおー、まあ、なんか、この、なんていうんですか、緊張とか、その、弱気になってる時に、おーおー、こう、震えるのを、なんか、ごまかしてる感もちょっとあるかなっていう。そこを今日ズバリね、はい、伝えてあげます。伝えてあげる、何なのかこの武者震いというのは、はい、多分みんなそういう感じで思ってるはずだよね。緊張するときに震えるみたいなやつがビビってんのかみたいな、はい、違うんだ、これはもう武者震いなんだみたいな、はい、感じ程度止まりだと思うんですよ、はい、違う、何を言ってるんだ本当に。日本に住んでる侍のあれか、二人は。そうかもしれませんけど、あの侍に会ったことないんで。俺もないよ。俺もないけど、はい、あのね、武者震いはね、確かに古代日本のどこかで生まれた言葉。はい、要は武者だよね、はい、侍だよね、はい。侍が戦いの前にこう震える、戦いが始まるぞっていう前にこう。震える、はい、手の震えが収まらんって、むしゃぶるかみたいな、はい、いう状態だと思うんだよね。そうなんですね。インストラクターさんでもありえるじゃん、あのなんか大きいイベントですとか、最初の初めてのクラスですとか、はい、なんか初めて行くところでやるクラスですとか、あの大先生の後にやりますとかさ、はい、まあ、何でもいいけど緊張する場面だよね、はい、で多分インストラクターさんとかって多いじゃん、はい、ね、っていう時に多分こう震えたりこうちょっとドキドキしたりすることがあると思うんですよね、はい、それが武者震いなんですよ結局、はい、で基本的にみんな思ってるのはビビるってると思ってるんですよね、はい、
弱気になってるとか言ってたと思う。そうですね。そうじゃないんだ。違う違う、これ全く逆だった。実はさすが侍だった、さすが武者だった。はい、あの武者震いっていうことをよく発明してくれた昔の日本。はい、あれは何かっていうと、はい、その要はストレスにさらされてるんだって、その瞬間で、うん、はい、強いストレスに、はい、強いストレスにさらされると体が心がね、心が勝手に作用して体の体温を上げようとするの、うん、はい、で体の体温をなぜ上げようとするかっていうと、体の体温が普段よりちょっと上がってた方がパフォーマンスがもっと上がるんだって、はい、体って、うん、鬼滅の刃読んだことあります？あります、あります、はい、あれさ、はい、炭治郎さ、はい、体温上げてんじゃん、あのあざ出す時ですか。そう、はい、あれ全くそれから来てる。あ、それから来てる。あれ別にあの鬼滅の中のアイデアじゃなくて、はい、もう脈々と受け継がれてきた、このなんかさ、他の漫画とかでもなんかさ、もう限界突破した時シューってなってんじゃん。なんかあのワンピースとかでもなってる。ワンピースとかさ、ドラゴンボールとかでもなんかシューってなってんじゃん。はい、あれ体温が上がってるんだよ。体温が上がってる。そう、体温が上がった方が、はい、バーンっていう、はい、こう戦闘力が上がるんだって、はい、要はだからそれをこう震えで体温を上げてるんだって、はい、勝手に。ああ、なるほど、うん、あのさ、おしっことか言っていいのか分かんないけどさ、分かりませんけどあの冬におしっこした後さ、はい、ムーってなることない。なるとは思いますよ。あれもそうなんだよね。あの高熱とか出た時、うん、あのこうさ体が寒気を感じるとこう、うん、ブルブル震える、うん、あれもそうですよね。そうそうそう、体温を上げよう、体温を上げようとしてるよ。いや、体が震える時体温を上げようとしてる、はい、おしっこはまあいいや、はい、おしっこあれは体あったかいのが外に放出されて、はい、体がちょっと冷えるんだって。あの汗と一緒ですね。汗と一緒、はい、それでこうブルってやって、はい、体温をちょっと元に戻すみたいな、はい、はいいけど、武者もその要は来たるべきそのこの次の瞬間に備えて、はい、体を戦闘状態にしてる。なるほど、うん、だからあのめちゃめちゃこれはもう準備やってやるぜっていう状態なんだよね、体が。なるほど、うん、だからビビってもないし、はい、まして弱気なんかではないし、どっちかっていうと体は、はい、やおい来いよおいみたいな、はい、今だよ俺は今だよっていうプシュー状態になってるのが、はい、武者震い。なるほど、うん、だからこう例えばね、次おむすびさんが喋りますって言ってパッておむすびを見た時になんかおむすびがこうさ、なんかこうなってたらさ、はい、やっべーってこれ大丈夫かなって思うじゃん。それは思います。大丈夫なんだよ本当に。大丈夫、武者震いだからやってやるぜっていう状態なんですね。ちょっとあのおむすびだともしかしたら緊張か弱気になってる可能性もありますけどだからそこが緊張と弱気と表裏一体なんじゃなくて、はい、あの弱気だから弱気とかまでいくと、もう本当に捉え方次第だよね、はい、捉え方の問題のことだの話だよね。だからそれはそれ、頭の捉え方はそうかもしれないんだけど、はい、体はあなたに、体があなたに伝えてることは、やってやんよおい、もういつでも来いよみたいな、来いよ、おお今だよこれの時間今だよっていうのが体があなたに問いかけてる。そこで弱気とか言うのはそれはもうさ、はい、要はか分かってないっていうことなんだよね。あの体のこと、うん、体があなたに問いかけてることを無視してることだから、それはもうあの
知れば変わるっていう、そう考え方を切り替えた方がいいですね。そう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 、うん、だからもうよくできてるよね。さすがこうフィットネスというか体、はい、もうそうやってこう準備をさ自分のためにしてくれてるから、はい、だから絶対大丈夫。あなたも普段以上のパフォーマンス絶対出ますからっていう状態、はい、逆にもう何もチーンの時ってさ、逆にチーンっていう時ってさ普段以上のパフォーマンス出る気しなくない？うん、うん、まあ普段通りぐらいかな。普段通りぐらいは良くも悪くもなくこう普通普通って感じですよね、うん、でもさこうなって太陽が上がってプシーってなってたらさ、まあ、確かにこける可能性もあるよ。わかんないけど気持ちが空回りして。でもマインド的にはこう準備してるんですよ俺はっていう状態、はい、だからそれに素直になればいいんじゃねっていうふうに思う、うん、だからすごいよね。なんか昔の日本、はい、その言葉をそういうふうにさ、もうそんな科学絶対発展してないじゃんその時。まあいつ生まれたかわからないですけど、うん、でしょ、はい、そうかもしれない。でもそれをさ、だって武者震いに弱気なニュアンスってないじゃん。どっちかっていうとそうです ね、どっちかっていうとやってやんぜみたいなさ。そうですね、ね、なんか高揚してる感じ、高揚してる感じだよね、はい、もうだからそれをその言葉になんか作り変えた日本、これちょっとプシューが去って今ちょっと一回熱が下がってきて、あ、太陽が下がってきた状態を感じた。なんか震えが止まった感じ、震えが止まった感じだけど、やっぱりもうなんか熱く喋ってる時とかも確かに太陽も上がってる気がする。なんか、ああ、それはあるかもしれないね。あるよね、はい、なんか熱弁とかさ、熱ってなんやねんって感じやん、はい、そう、だからそれを体がやってるよって、お前大丈夫だよって、出せ、こうレッスンとかイベント前に触れてるのは、うんうん、まあ、思考としてはこうどうしよう緊張するなってあるんですけど、体はもうやってやるぜっていう風になってるんだから、そうそうそう、あの思考もそこに追いつくようにっていうことですよね。そうそうそう、体に追いつくように、そう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 、体がせっかく準備 OK なんだから、もう自分でやってやるよ、うん、できることやってやるよっていうようなので、もう多分合致するからいい結果が、うん、でもそこで心と体が合致してないと多分チグハグになっちゃう可能性はあると思うんだけれども、うんうん、だからなんだろう、体を知れば、あ、俺は今から、まあね、ゴルフとかでもね緊張する場面ってよくあるじゃん、はい、でもなんかそう知ってるのと知らないのってなんか違う気もするよね。そうかもしれないですね。おう、なんかビビってやばい弱気だなのか、はい、よいしょ、お風呂だよなのかさ、はい、じゃあさ、ミスした時の心持ちも違うよね。そうですね、ミスしたとしてもさ、はい、弱気でミスしたらさ、あ、やばいやばいやばい、どうしよう、あ、やっちゃった、周りが見てるってなるか、はい、うわやってやるよお前ら、ちょバーンってミスしてもさ、次があんだよ、次がさーっていうさ、はい、感じだとさ、もう大丈夫じゃん、はい、なんか、はい、っていうのが、なんか2番目のミスの方がなんか見てて気持ちいいですね。気持ちいいです、同じミスでも、おう、だし周りの人からしてもさ、あ、この人なんかすごい心強い人だなっていうようにも見えるじゃん、はい、だからなんか、あ、体ってなんか平等にやっぱりそう戦う時とかやる時はやるように体はなやってくれてんだなっていうふうに思ったので、むしゃぶりしてるあなた、それは正しい。ありがとうございました。